はい、こんにちは、ジミです。今回のテーマはですね、変わってる人だと言われたら、まずはガッツポーズでいいのではっていう話です。日本人は特に、人から変わってるよねとか、変わった人ですねっていう評価に対して、ネガティブになりがちです。間違ってると言われたわけでも、ルールに反しているわけでもなくて、変わっていると言われただけです。それなのに過剰に反応してしまいます。もしですね、間違ったことをすれば、誤ってすぐに改めるという必要がありますけども、そうでないのであれば、条件反射のようにネガティブな気持ちになる必要はありません。ましてですね、変わっていると言われた点を無理やり直そうとする必要もありません。 むしろいいことだというふうに思うべきです。今回はこんな流れで話をしていきます。1つ目、変わっているねに対してネガティブにならないということ。2つ目、変わっていると思われるぐらいがちょうどいいということ。3つ目、直してどうするの変わった人でいい理由というテーマです。早速いきます。変わっているねに対してネガティブにならないという話。まずですね、全否定されているわけではないということですね。確かに、変わっているねという言葉には褒め言葉であることっていうのは少なくてですね、何かしらの否定や皮肉の意味が込められていることが多いと思われます。しかしですね、まあ、全否定されて わけじゃないですね。組織の一員や仲間として拒否されているわけではありませんので人格否定されたかのようなショックを受けて悩むっていうのは考えすぎだというふうに言えます。変わってるけどほにゃららと後に続く言葉が重要なわけですね。このほにゃららの部分が肯定的に考えてもらえればそれで問題ありません。例えば変わってるけどいいやつだ変わってるけど信頼できる変わってるけど面白いと思われるケースも少なくありません。まあ変わってるけど悪いやつじゃないぐらいで十分ですね。そのために注意することといえば人として間違ったことをしないということぐらいですね。 気にするよりもどんな人になりたいのか自分自身でどんな人になりたいのかっていうのに焦点を当てるべきですねどんな人になりたいのかを考えてそれに向かっていくということです多くの人がですねこんな人になりたいという理想像を持っていると思います一方で今接している目の前の人からは悪く思われたくないという思いも持ってますよねしかしですね自分がどう振る舞おうとも全員に好印象を持たれることっていうのはまずありませんさまざまな人がいるんで不可能なわけですねそうであれば人として道を踏み外さないり限りはなりたい自分に焦点を当てて考えた方が無理がない わけですね。どんな振る舞いをしてもすべての人に好印象を持たれることは不可能だと言いましたけれども反対もまたしっかりでですねすべての人には悪い印象を持たれることもないわけですね自分の目指すべき姿っていうのを前向きに追い求めていればそれに共感してくれる人は必ずいます一つ言えるのはですね後ろ向きでくよくよしている人よりも前向きな人の方が人は集まりやすいということですね はい、えー、二つ目の項目ですね。え変わってる人だと思われるぐらいがちょうどいいという話です。えなりたい自分像はというふうに聞かれて、特徴の全くない平凡な人ですよって答える人はそうそういないと思われます。えそれぞれですね、個性強みがあるわけですから、それを活かして何かをしたいというふうに思うはずです。え人にはですね、自己承認欲求というのがあるので、当たり前の感覚なんですね。え例えばまあ、周りの人でですね、えダントツで仕事のできる人だとか、頭のいい人、面白い人、おしゃれな人っていうのを思い浮かべてください。えまあ、大体変わってる人じゃないでしょうか。え特にですね、世の中にインパクトを与えるようなことをする人を、 まあ、アーティストであれ、企業家であれ、相当変わってる人が多いんじゃないかと思います。私はですね、12年ほど銀行員をしてました。直接言われることも間接的に聞くこともあったんですけども、まあ、大体私の人物像の評価の多くはですね、まさに変わってるけどな、ほにゃららのパターンが多かったように思います。当然ですね、私の耳に入らないところではですね、良くない評価もあったのかもしれませんけども、変わっていると思われながらも同僚仲間たちに良くしてもらえたと、自分では一応思っています。感謝ですね。実はですね、変わっていると言われて、ネガティブな感想を持ったどころかですね、むしろその 方がいいとさえ思ってました。えー、まあ銀行員からですね、常識だ普通だと思われるっていうことはどういうことでしょうか。 ええ本当に普通本当の本当に普通すこぶる普通ごっつい普通ってことですねえ見方によっては主義主張特徴のない面白みのない人間だってことですねえ評価としてのああまああいつはいいやつだよっていうのはねどうでもいいやつの可能性が高いわけですねえ銀行のみならずですけどもえ日本の組織っていうのは基本的に個性を排除して平均的な特徴の薄い人を好む傾向っていうのがありますえ多くの人が似たような職場で、えー、そんな組織に所属してるんじゃないかなと思いますえそうであればですね変わっているよと言われたらむしろ良かったと思って心の中でガッツポーズしておけばいいんじゃないかな はいそして3つ目の項目ですね。直してどうするの変わった人でいい理由という話です。変わっている人であってもですね、周りを長く観察していれば、平凡さとその組織の空気に合った振る舞いっていうのを演じることはね、可能になります。平凡さのお手本はですね、周りにたくさんいるからです。そのような人たちがどんな振る舞いをしているかを見ていれば大体分かってきます。参考指標となる事例が豊富なので、かなり分かりやすく、ある程度正確に真似できます。当然、ストレスはたまりますけども、真似しようと思えばできるわけですね。日本の組織に ですね、どうしても変わった言動ができないような場面っていうのはあると思いますのでそのような時だけ周りに習っておけばいいということですね、えー、変わってるねと言われて、えー、慌てて直そうとする必要はありません、えー、普段はですね人と違った考え方をしていた方がチャンスも視野も広がります、えー、一方ですね変わっている人の考え方とか行動っていうのはなかなか真似できないわけですね、えー、参考指標も少ないからです、えー、学んで理解することが難しいと言えます、えー、変わっていることでもちろん失敗することもあるでしょうけども、えー、だからこそですね、えー、クリエイティブ斬新画期的と言われることをができる可能性っていうのも いわけです、えー、よってですね自分が変わっている人だと言われたのであれば、えー、簡単に真似,れな真似されないような思考パターンがあるということですね、えー、これは強みに変えやすいというふうに言えます、えー、周りの普通の言動や発想を真似したところで強みになることってのはまずありません自分には大きな可能性がある、えー、努力次第で、えー、他の人にはできないことが自分にはできるというふうに考えるべきですね、えー、なぜなら変わっているその感性は他の人には真似できないからです、えー、ワクワクした気持ちを持って前向きに捉えていけばいいと思います、えー、先ほどですねあアーティストや 業家に変わっている人が多いという話をしましたが成功している人ほどですね変わった人が多いのが事実ですね古今東西分野を問わずそうなんですねまあ昔で言えば小田野宗永夏目漱石も今の孫正義さんも外国でもエジソンとかリンカ林間もスティーブ・ジョブズも変わった人ですよねここまでの大物出されても現実見ないかもしれませんが現在活躍している人を見ても傾向は変わりません今テレビで活躍しているのは芸能人やアーティスト実業家の人を見てもですね変わった人ばかりです多くはですね子供の頃から変わっていると 言われていて若い時に辛い経験や悩んだ経験がある人もいます考え方、感性、用紙問わずですね変わっていることが大きな武器になっていることに気づきますその武器を生かしてですね普通の人が成し得ないようなことができているわけですね変わっているねと言われて気にしている人はそれを自分の武器として捉え直すことができれば飛躍の可能性が高まるんじゃないかなというふうに思いますはい、内容は以上ですいかがでしたでしょうか最後にまとめます変わっている人だと言われて気にするよりも強みと捉えて前向きに進むべき理由を説明してきました 変わっていると言われても全否定されているわけではありません変わっているけど悪いやつじゃないと思われていればそれで十分です変わっていることは他の人には真似できない感性や考え方があることに他なりません古今東西の偉人ですとか周りの成功している人たちの多くは昔から変わり者だと言われてきた人たちです自分がどんな人間になりたいのかを考えた時に心底ごく普通の特徴のない人間であることを望まない限りですね変わっているという評価を前向きに捉えてそれを強みと捉えてですね生かしていくことを考えるべきです変わっていると言われる個性を持ちず つつも時と状況に応じて周りと合わせる術を学ぶことっていうのは可能ですお手本は周りにたくさんいるからですそう考えればですねいかに変わったところがあるっていうことが強みになるか捉え方を変えることができるんじゃないでしょうかはい、以上ですね今回はこのあたりで失礼させていただきますご視聴ありがとうございました